2010年、星野麻子は日本の実業家。日産自動車執行役副社長。夫は星野リゾート社長の星野義治。慶應義塾中等部、慶應義塾女子高等学校を経て、1983年、慶應義塾大学経済学部経済学科を卒業後、日本再建信用銀行に入校。1986年、 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院に入学。マーケティングやマネージメント、ファイナンスを専攻。1988年、MBA を取得。1989年、社会調査研究所主任研究員として契約。2002年、インテージ役員理事。その間、立命館大学経営学部、早稲田大学理工学部の非常勤講師として、教鞭も持つ。 2002年、当時の社長のカルロス・ゴーンに招聘され、日産自動車に入社。ゴーンが採用した理由として、豊富なマーケティング知識とアメリカの大学院で学んだ、国際感覚、そして自動車業界では、数少ない女性ということだった。入社後、市場情報室長、執行役員、常務執行役員を経て、2015年日産自動車初の女性専務執行役員として、 国内販売のトップとなる。2019年5月、日産自動車副社長就任。6月日産自動車執行役副社長。日産自動車ニュースルーム日本経済新聞社、日経 BP 社。満点から赤点に自由を謳歌した、慶応女子高出世ナビ、日経スタイル。日経スタイル。2021年6月10日閲覧。会議に女性がいない、ご恩師に誘われ。 日産へ、日経スタイル2017年4月17日、ハットインク、3経デジタル、話の肖像画プレミアム、星野、朝子イコール日産自動車専務執行役員イコール、君が必要なんだ、ご恩社長に口説かれたのは、産経ニュース、2019年5月9日閲覧。インク、3経デジタル、日産副社長のスキラッチ氏。 退任5年半ぶり c o o 1任。産経人。ニュース。2019年5月9日閲覧。日産、新役員体制発表 COO に、山内氏、川口、星野専務も副社長に昇格。新聞ウォッチ。レスポンス。2019年5月9日閲覧。ありがとうございます。